アイアムアマレスラー浜中和弘。プロ2戦目にしてグレイシーと対決、大将という重圧を跳ね返し、日本勢に勝利をもたらすか。いいパンチもらったり、自分のバランスを崩したところに対する追い込みが結構彼はうまいと思うので、当学でもお互いアグレッシブにいかないと気持ちの折れた方の負けだと思うので、今回はグレイシー最強の喧嘩屋ハイアン・グレイシー、満を持してこの男が登場。グレイシー一族の誇りをかけて血に飢えたハイアンが牙を剥く。どういう試合になりそうですか。Que tipo de luta você acha que vai ficar? Eu acho que vai acabar em um minuto. 一分で終わると思います。当然勝つのは Quem vai ganhar você? もちろん。Hamanaka, kakatte koyo.はい、この試合で全てが決まる。グレイシーが伝統の力を見せつけるのか。大一番の経験ではハイアンが一枚上手、デビュー間もない男に敗れ、一族の威信を傷つけるわけにはいかない。トップアマレスラーとしての実力をプロでも遺憾なく発揮している浜中。このまま勢いに乗って狂犬ハイアンを黙らせることができるか。プライドで